はい、どうもこんにちは、いかくんです。今日はですね、この前回作ったエンチャント台の、周りのやつをちょっと解体ってわけじゃない、ちょっと改造しようかなと思います。ちょっと解体じゃなくて改造って言っても、もうこれ2マスだったら意味が多分ないんで、それを変えていこうかなと思います。はい、じゃあやっていきましょう。まずはここの、これを取ります。こんな風に取ってですね。で、次、本棚は多分全部本になるんで、これをまた本に変えるんですけど、本じゃなくて本棚に変えるんですけど、で、次は、この、なんだったかな。石の、あれを、階段を取って、次はですね、レバーを取ります。そして、最後は、これを全部取ります。てかほぼ全部改造なんですけど、改造じゃなくて、なんていうの？ちょっと縮めるみたいな感じですかね。はい、できました。するとというか、次はですね、また全部本に変えます。本棚かな？どうだったか忘れたんだけど、本棚のやり方を。多分こんな感じでいけるかな。はい、出ましたね。これを全部やっていきます。あれ、もしかして木が足らないやつですかね、これは。ちょっと木が足らないんで取りましょう。はい、皆さんもスーパーマリオメーカーじゃなくて、スーパーマリオランだったかな、あれやりましたか？結構楽しんでやってみてください。スーパーマリオランは本当に片手でできるし、やりたい時にできるんでいいんじゃないですかね。やりたい時に本当にできるし、適当にこんな感じで作っていきましょう。はい、間違えた。あれ、ちょっと本当に下手くそでね。はい、ですね、これとこれかな。じゃあまず置いていきましょう。ここの隣だから、まずここに置きます。多分これだけでいいんだろうけど、いいんでしょうけど、泥があるんで、これはい、これで確かできるはずなんです。じゃあやっていきましょう。ですね、あれ、これって上登れないんだ。はい、上に置きます。はい、あれ足りない。これ反対じゃん。全然意味のわからないとこにやってるし。また間違えた。だからここが空いていて、はい、これで、はい、ここに置きます。これで向きも合ってるし、ちょっと改造というか、全然違ってもいいっすかね。はい。あれ、置けない。置けなかったら悲しいね。オッケー。で、これで上に置いて、
これにして、はい、まあ、まず上はこれで出来上がりで、次はですね、じゃあちょっと色を変えて、はい、ですね、棒を作ったら多分これで、あ、違う、反対、これもしかして棒だったかな、はい、これですね、この周りに木を置きます。はい、あ、ちょっと暗くなってきた。で、次はですね、2段のとこに置きます。はい、まあこんな感じですね。今日はちょっとシンプルにやろっかなと思ってるんで、はい、まあ、こんな感じでどうでしょうか。で、まだ暗いんで、ここに置くのはなんか嫌だね。ここ、まあ、ここでいっか。はい、で、レバーをこっちに置いてつけると。で、ここがちょっと暗いんで、ここをあれにちょっとしましょうか。これにして、これにします。あれ、あれ、なんでこれついてんの。はい、これでちょっとピアノの音がうるさいんですけど、はい、これで出来上がりですね。ちょっと変な形みたいな感じなんですけど、まあ今日はこれでいいですかね。あれ、ちょっとこれ違う違う、はい、これでどうでしょうか。まあいいんじゃないですか。はい、まあいいですね、今日はこれで。うん、ここも緑色に変わったら、で、多分これで、あ、ほらほら、効率2とかやっぱりそういうことなんですね。だから、まあシャベルじゃなくて、ツルハシとかやると変わらないか。やっぱりそういうことですね。はい、じゃあ今日はですね、こんな感じで終わりたいと思います。まあ、じゃあまた次の動画で会いましょう。じゃあ、バイ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 バ